おはようございます。この時点でいつも取られますよね、抜き取られますよね。今納豆を食べて、ショート動画作ったりして、ねえ、この納豆がやばい思ったんですよ。お客さんなら、ちょっとお客さんも見ながら食べてきます。ここでも見れるんで、鏡があるんで、お客さん来たら行きます。いらっしゃいませで切ると思います。お客さんを見ながら食べる納豆も母ちゃんは寝てるんで。はい、はい、戻ってきました。戻ってきたないんですけど、ごめんなさい、納豆なんで。納豆がマスクにも納豆が戻ってきたのはいいんですけど、なんとですね、これ見てください。パンをもらったんですけど、弁当代金取らなかったです。だからこのパンは300円です。パンの耳もあります。これはなんか亀島パンっていうパンだ。今あったかいんで、わかりますか、あちこうこうって言うんです、沖縄の方に。あち、今のお客さん、あちこうこうだから早く食べて。で、弁当代はいいですって言ったんで、350円です、このパンは。まあ、そのぐらい値段すると思う。300円ぐらいすると思う。これで。亀島さん、母ちゃん喜ぶと思います。うまい。なんか昔のパン。むしろ。母ちゃん、このパンさ、あったかい方が美味しいみたいよ。食べて。はい。300円で買った。どうぞ。どっち。こっちか。うまい。うまい、うまい、うまい。納豆。納豆。あ、これね、納豆かけない方がいい。めっちゃうまい。パン自体が。納豆かける?うまい。私は今ですね、動画で撮ったのは、まあ、変なことばっかり言って、変なうんちくばっかり言ってるんですよ、毎回。そうじゃなくって、本来の姿は、あれいいなと思ったんですけど、パンの解体ショーとか、伸びなくっても、この、疑似ネタじゃないですけど、自分の暴露みたいなの、あれ伸びていっても、なんかやっぱり、そんなに伸びても、動画数、再生数伸びても、登録してくる人は伸びないんですよ。見ていただければ分かるんですよ。暴露で130万ぐらいいってる人いますけど、その動画が。登録者数は4000人とかですよ。6000人。わかんないですけど、見てない。興味ないんで。あんまり自分はそれやりたくないんで。それよりは、こういう食べ物を食べたり、例えば弁当屋でできるイベントとか、まあ私はそれをルーティン化してなかったんですけど、言葉を使ったんですけど、文句つくまれてますけど、もうやめようかなと思ってますわ。その言葉自体は変わる言葉を変えればいいんですよね、置き換えれば。それでやっていけば行く方が将来性はあると思います。何をやるんだろう、何をしてくれるんだろうって見てくれると思う。このパンもこういう人多いんですよ。何か持ってくるんですよ。そのためにまたまた OK です。はい、3回目です。3回目、やってないと繋ぐときに分かんなくなるんです。このホルダーがあるんですけど、そこにこうやってると、また突っ込みちゃいますからね。こうやったら分かりますよって、ね、このパンうまいで、何を今動画上げたかった言ったかったのはこの納豆っていうのは、沖縄の納豆は美味しいですっていうお話をしたかったんですよ。さっきのどんぐりでも言ってますけど、うんち食ってる時に文句言ってるっていうの。今沖縄で納豆はなかったんですよ。僕は大学の時の、もともと居酒屋で、
食べれなかったんですよ。で巻き寿司にして、あの甘い納豆を食べて、甘納豆みたいでシソが入ってて、あれが好きで、もうあれを盗み食いしてたんですよ、居酒屋で。今考えたら汚いことかもしれないけど、残ったら食べれたんですよ。もう学生の頃なんで、今は考えられないですよ、コロナとかあるから。オードブルとか出すのに、居酒屋に納豆巻きとか残るんですよ、そのまま手つけずに。皆さん裕福だったんでしょうね。あれを食べてましたから。俺の先輩でひどいのは、あの神谷っていうのがいたんですよ。あれ汁も飲んでましたから、あれは汚いよね、汁はね。なんで納豆の話ですけど、食べたもうなかったんですよ、もともと。それでそこに参入してきて、納豆売ろうってなって、まあ県外の人とか来るようになったら納豆食べるじゃないですか。だからそれで納豆をスーパーとかに出したらあんまり売れてなかったんですよ。で売れるためにどうするかって、タレをつけたりわさび入れたりいろいろやってるんですけど、それが沖縄の人にマッチしてきたんでしょうね、売れるようになったんです。だから後発なんで、食べないところに持って行ったんで、美味しいっていう話なんですよ。私が前職で、私の話です、前職で営業してたら、調味料の会社だったんですけども、沖縄に戻ってきて、もう10年、20年ぐらい前ですか、戻ってきた時に、全国回ってるから知り合いが多かったんですけど、新潟とか茨城とか、そこに大手バイヤーさんがあるんで、バイヤーさんがいるんです、大手のスーパーの。そこから沖縄の何々納豆っていうのが美味しかった、ああいう味が作れないかっていう依頼があったんで、私に電話来るんですよ、沖縄で知ってるやつ、営業マン、私知ってるんで、全国もあって、で、その納豆を送ってもらえませんかって買いに行って送ったんですよ。何回もあったんですよ。あとあれもありましたね、ごまだれも、沖縄のなんかその三栄さんとかスーパーになって、金ごまが沖縄にしかないとか、沖縄のあれもそうですよ、ささみの今コンビニなんかで出てるホワイトチキンみたいな、あれも沖縄のあのスーパーにあの送ってくれとか。だから全国にある会社っていうのはそういうんで助かるんですよ、営業マンがいっぱいいるんで。で、どこどこの例えば新潟方面で下疲れ、ああいうのを送ってくれ、そしたらあの北海道でかす漬けにしてるサバがある、それは美味しいとか、北九州にもありますよ、ああいうのをですね取れるんですよ、全国から。その時に余談ですけども、納豆が沖縄の納豆ってよく言われたんですよ、送ってくれって。でそれを私送ってたんですけども、でその時に毎回言われたのが、美味しいって言われたんですよ、タレとかこの引き具合ですか、この細かさとかで。沖縄にも納豆ちゃんって会社があるんですよ、米屋さんがやってる、あれも伸びてるんですよ、充填機とかも全部入れて沖縄のタレを作ってあるんですけど、その意味で沖縄の納豆は美味しいってお話をしたかっただけです。そしたらパンが来たんで、あのパンはもっと美味しかった、あのパンをあの亀島パンっていうらしいです、あのどっかにある、いっぱいあるんですけど、焼きたてがうまいらしいです、あのお年寄りが、僕あんまり分からないけど、本当は焼きたてが美味しいんで、あの人は5個ぐらい買って親族とかに持ってくらしいです。でついでに私のところに持ってきたんで、弁当の代金はいりませんって言ったんで350円です、あれは。でも300円ぐらいするみたいですよ、あとで母ちゃんに怒られます。毎回やったら、でも僕はあいつパン好きだから買ってるしな。もし分かる方いたら、あれいくらぐらいするんですかね、亀島パン。でとですね、波の絵とかそっちの方かかってきたって言ったら、わざわざここから行って、あの海南のところなんですけど、止められないですよ、車が。前は那覇高校の前とかにもあったんですけど、
車止めじゃないんで波の上の方に行くそうです。その人は1週間に1回週末に金曜日ぐらいに行って日曜日食べる、日曜日弁当やってないんでうちが食べるらしいです。ということで明日来ないってことですけど、これおいしい納豆、はい、じゃあこれで終わります。ごちそうさまでした。